大丈夫か、牧村さん。その杖は。セラス。どういうことなんだ、オダ。なんで裏切った。あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか。キリュウさん。オダ。二人とも殺すってのか。意味がわからねえ、オーダー。どういうことなんだ。一から説明しろ、オーダー。わかったよ、話す。俺がそれ以来盗みもやったし、叩きもやった、うん、それが立ち俺が人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺は人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ。信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。
破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つあんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはねえ。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。は？早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。織田、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだった。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。キリュウさん、小田さんは？頼む、今は何も言うな。ありがとうよ。あんたは俺が守る。はい。女渡せや、キリュウ。
覚悟はいいだ。女どこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな。お前もだ。